皆さんこんにちは。アトリエ富士桜松本陽子です。今日は少し前から編んでいたストールが完成しましたので、皆様にこういうのを編みましたということでご紹介させていただきたいと思います。実はこれは、ホビーラホビーレさんのキットでブルーデイジーストールという作品になります。結構時間編むのに時間かかりまして、本体がですね、このチャコールグレーの毛糸でかぎ針編みで編んでおりまして、だいたい幅が37センチで、長さが160センチ、1メートル60センチですね。で、花がですね、大中小の花をこういろんな色の花を編んで、それで葉っぱも小さい葉っぱと大きい葉っぱがつながってるんですけど、それを編んで、で一番最後に本体のストールにこの花をですね、縫い付けるという作業をしますので、結構仕上がるまでに時間かかりました。ですけども、まあ仕上がるとすごく良かったなということで達成感ありますね。で、色の配色が素敵ですので、本当いい作品に仕上がっていると思います。で、これ実は私、姉から頼まれまして、姉がですね、ホビーラホビーレさんで見て、もう一目惚れしてしまって、ぜひ欲しいということで、キットを買って、私に編んでということで依頼してきたので、まあ、やっと出来上がりましたので、これから姉に送りたいと思います。